はい、中高生部活応援コースですね、はい、やっぱり中学から始めた子ってなかなか先生がまず卓球経験者じゃないとか部活がなかなかなんていうの上手にならないとかそういう悩み抱えてる子って多いと思うんですけど、やっぱり一番は習ったことないっていうのが多分多いと思うんで、まあ、そういう子が気軽に来れて練習できるように、土日の夕方やね、土日の夕方ですね、5時から7時ですね、土日の5時から7時で、やってますので、ぜひ中学校でやり始めたとかいう方は来てください。土日やったらね、土日の5時7時って多分部活はないと思うんで、来ようと思ったら多分どっからでも結構比較的来やすい時間帯やと思います。こっそりね練習して、なんか気づいたらあいつなんかめっちゃ回ってるやんって言われたい、そこのあなたぜひ来てくださいと、はい、中高生部活教室どうですか？そうですね、やっぱり中学生から始める人の方がやっぱり多いかなと思うんで、うん、僕自身も中学校からスタートした、まあ、人なんで、だからその中学校の中で僕がこう練習してきた内容やったりとか、うん、逆にこうもうちょっと僕自身ももっと上に行けたんじゃないかなって思うから、そういうところをやっぱり一緒になってサポートしていけたらなと思いますので、はい、ぜひ来てもらえたらありがたいです、はい、中学生から始めても結構いけますからね、まあ、高校生なんなら社会人から始めてかなり強い人もやっぱりいてますから、まあ、始めるに遅いということはないので、ぜひね土日の5時から、はい、今2、3人ぐらいでやってるのか大体。そうですね、うん、2、3人ぐらいです、ね、まあ、1人の時もあれば2、3人ぐらいで、まだやり始めなんで大した人数いないですけど、だんだん盛り上がってくればね、はい、生徒さん同士で打ったりとか、みんなで試合しようかとかいうのもありますから、ぜひ中高生の強くなりたいと思っている方来てください。はい、はい、ぜひお願いします。